こんにちはお元気ですか元気気でででですすかがあれば何でもできるイブセです、えー、今回はね、この話題を取り上げたいと思います。ネフィリウムに関する1考察でございます。えー、ネフィリウム何それ初めて聞くんだけどっていうね、そういう人もいると思います。実はこのネフィリウムっていうのがですね、今現在のこの地球を支配する種族と、 大きく関係しているんですよねえー、どういうこと、まあ、余計ね謎が深くなったっていうねそういう人もいるんじゃないでしょうかまあね最後まで聞いていただければその謎が全て解けますから最後までぜひね聞いていただければと思います、えー、それでは早速いってみましょうねデフィルムとは えこれね、あのー、ウィキペディアの、に書いてあることなんですけれども、ちょっとね、ウィキペディアの方ちょっと読んでみたいと思います。メフィルム、ネフィルムとは、旧約聖書の創世記及び民数記、旧約聖書外伝、えー、続編の呼べる書、絵の句書などに現れる種族の名で、一般的には巨人とされる。でっかい人ってことね。 進撃の巨人ってありますけどね。えー、名前の意味は、天から落ちてきたものたちである。という、まあ、そういうことなんですね。で、ネピルムと表記することもあります。ネフィルムとかネピルムっていうことね。 初めて聞いた人、どういう意味なのかだいたいわかってきましたとにかく聖書というのは宗教の経典だと思って読んだら、こう見間違えます。あの聖書に書いてあることを実現させようとする狂った連中がいるんですよ。ですから、これから起こることを、どんなことが起こるのかっていうのを見るためには聖書を読めばわかるわけですよ。ね。 えー、でしかもね、あのー、今言うように、巨人で、しかも天から落ちてきた者たちってね、一体どういうことでしょうか。えー、多くの学者は、これを古代イスラエルとは違う種族の者たちのこと、まあ、そういうふうに解釈したんですね。でね、そんな解釈で、あなたは納得しますか で創世記はモーセが書いたと言われています。モーセは紀元前16世紀かあるいは紀元前13世紀に活躍したと言われているそういう人物なんですね。まあそういう、ね、年代的にはちょっと曖昧な部分があるんですけどつまり今から3,600年前に書かれたものがこの創世記なんです。 で、えー、モーセがあー知っていることを、まあ、いっぱいいっぱい書き残したっていうことなんですよね。えー、どういうことっていうねそんな感じしますよね、えー。聖書ってそもそも一体何なのっていうねそんな感じを受けてる人いるんじゃないでしょうかね。 まあ、まずその創世記には何が書いてあるかっていうと、神様がこの天と地を作られたこととか、最初に出現した人間であるこのアダムとイブの話。アダムとイブってね、有名な話だから皆さんもね、ご存知だと思うんですけど、あと、ノアの箱舟ですよね。ノアの箱舟に動物やね、いろんな植物とかね、いろんな種を乗せて洪水の難から逃れた。 まあそんなことが書いてあるのがまあ創世記なんですね。で、先ほど絵の句書っていうのが出てきましたね。絵の句書にはね、天使とか打天使とか悪魔が出てくるんですよ。ね。で、このエネ絵の句書っていうのは紀元前1世紀から2世紀に書かれたものなんですよ。ね。孟セよりもだいぶ後の人、ね。千年ぐらい後の人が絵の句書を書いてる。 かるだからいろんな人たちが一書を書いてるわけよ。で創世記っつったらもう本当に何万年前のこと、天と地が作られるっていうことが書いてあるわけですから、モーセってまたすごい人ですけどね。で、エのク書は天使とか大天使とか悪魔のことが書いてあって、ね、まあ、このエのク書は誰が書いたかっていうのは分かんないんですけど、 まあ、とにかく多くの人が読んでいたんで、えー、この絵の具書がまあ旧約聖書の中に入れられたっていうことなんですけど、まあ、要は世界最古の書物ってことなんですよ。旧約聖書はね。で、その世界最古の書物も結局1000年ぐらいかけて、いろんな人たちが書いたものがどん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 こう入っていってまとめられたものが聖書なわけですよ。ね。 大体聖書ってどういうものなのかね、ちょっとで理解できたかなと思うんですけど、で旧約聖書は、神様がこの世を創造したことや、ユダヤ人がエイブラハムから始まって、ダビデの時に王国として繁栄したこと、まあ、いろんな工房を経たユダヤ人の歴史が書いてあるわけね。まあその他ね、神様の予言なども書いてあるんですけど、 で旧約聖書と新約聖書がありますよね。あれどういうことね。なんかあの古い翻訳と新しい翻訳っていう意味かななんてね思う人もいるかもしれませんけど、あれ翻訳の役の字じゃないからね。約束とか契約っていうそういう役の字ですよね。ですから古い契約と新しい契約っていう意味なんですよね。 まあ神様はユダヤ人と契約したんだけどそのユダヤ人が堕落したんでイエス・キリストを地上に使わして新しい契約を結んだっていうのがこの新約聖書なわけね大体いい旧約聖書と新約聖書分かりましたで西暦が始まるのはイエス・キリストの生誕の年が0年ですよね でそこからずっと、えー、紀元1年、えーね、2年、3年と西暦がこう決まっていくわけですけどだからその「新約聖書」っていうのはイエスが生まれた後亡くなった後に弟子たちが書いたものそれが「新約聖書」なんですねで「新約聖書」の最後のヨハネの黙示録最後に収録されている この書物はヨハネの黙示録って言うんですけどこれが西暦200年末に書かれたんじゃないかと言われてますですから今から1800年前にヨハネの黙示録は書かれたってことなんですけどまそう考えるとですよ旧約聖書と新約聖書を合わせるとなんと2000年近い長い間にいろんな人たちが書いた そういったものが集められたのが聖書だってことなんですよ。いいですかそれを踏まえた上で聖書の中にネフィルムがどのように書かれているのかを見ていきたいと思います。ネフィルムは悪か善か。何度も言いますけどね、学者たちの解釈はこうなんです。古代 イスラエルと敵対した民族国家を邪悪と強調するための象徴としてネフィルムを描写したってことなんですね。それが学者の解釈です。しかしね、私はどうしてもこのネフィルムが人間じゃないように思えて仕方ないんですよ。これもうどう考えても人間じゃないですよね。巨人だっていう話ですけど、まあ確かにね、この 都市伝説の世界では巨人の、ね、骨が発見されたとかね、そういう話もあるんですけど、まあ、その辺を考えながらね聖書を読んでみたいと思います。えー、創世紀の第6章によれば、こう書いてあります。地上に人が増え始め、娘たちが生まれると、 神の子らは人の娘たちが美しいのを見てそのおのの選んだものを妻にしたと。こうして神の子らと人間の娘たちの間に生まれたのがネフィルムであった。彼らは大昔の名高い英雄たちであったという。そういうことなんですよ。神の子が 人間の娘と結婚して子供を産んだ。その子供がネフィルムなんだと。で、しかも、このネフィルムは英雄たちだと。まあそう言ってるんですよ、創世紀には。ね。これ、敵対した邪悪な種族とは全然違いますよね。神のこと、人間の娘の間に生まれたのがネフィルムだって言ってるんですよ、創世紀に。 モーセが書いた創世記にね彼らは栄誉たちだとも言ってますよねこれもう学者たちの見解と全く違いますね対立しますよね真、まま、っ向から違ってきますよねで「民数記」にはこう書いてあります「カナンを偵察したあイスラエルの一帯がそこに住む民は巨人でありネフィルムである彼らはアナク人はネフィルムの出だと」とモーセに語る場面があるんですね ね。ここですよ。ここで初めて巨人っていう言葉が出てくるんですね。まあ巨人となると私たちは怖いですよね。怖がりますよ。でっかいのがバーッと押し寄せてきた。もう叶わんですからね。進撃の巨人なんかも見てて怖ーって感じしますよね。えー、そういうふうに人々を怖がらせるために巨人って言ったんでしょうかもうすよそんなこと書いたんでしょうかね。 そこら辺ちょっとね、なんかね、学者たちの意見とはちょっと違うような気がするんですけど、ちょっと次のね、呼べる書っていう書ですよね、ちょっと読んでみたいと思うんですけど、巨人たちが人の娘をめとり、そこからネフィルムが生まれたとされる。ネフィルムは、皆仲違いをして共食いをし、お互いを殺し合ったという。 この辺からちょっとね、メフィルムの邪悪な面が見え隠れしてきますね。続いてこう。第一、エノクショをちょっと見てみましょうね。エノクショ地上に降りて人間の娘と交わった天使たちによって巨人が生まれたという。巨人の体長は3000キュビット。1350メートル。人間たちの食べ物を食べ尽くすと共食いを行ったという。 また来たともぐい。ねで、ここで具体的にこの巨人の体の大きさがこう書いてあります。ね3000キュビットっていうのは1350メートル。もうこうなるともう人間じゃないですよね。1350メートルですよ。どんだけでかいんですかね。ウルトラマンよりでかいんじゃないですかね、これね。まあ、これはあくまでも恐怖を煽るための古代表現なのかもしれませんね。 これぐらいでかい巨人がそこにいたんだぞって敵対する種族にそういうでかい怖い存在なんだぞみたいなことをね、えー、聖書に書いたのもかもしれませんけどねで中にはねこの天から落ちてきたんだからこれは打天使のことだつまり神のことはこう悪魔のことなんだというそういう学者もいますいや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 神の子っていうのは天から落ちてきたんだから宇宙人の子 ことだよよっていいういうううそ人もいるんですよね、まあ、確かにこのネフィルムっていうのはなんとなく宇宙人のような気もしますよね。ねこの宇宙人説、ね、あながち捨てがたい説なんじゃないかなと私は思うんですよ。まあ、例えば「ノアの箱舟」ってありますよね。実はあれ滅亡した星を抜け出した宇宙船だと捉えることもできますよね。 宇宙って聞くとなんかね、このロマンを感じますよね。えー、歴史はね、すべて真実を確かめることはできません。それが本当かどうかってのは分からない。想像するしかないわけ。だから、夢とロマンで推理するってね、なんか楽しくないですか 歴史の楽しさってね、そういうところにあるような気が私はするんですけどね。まあ、例えば、ダーウィンの進化論ってありますよね。あの進化論ってかなり無理があると思いません何万年という長い月日をかけて、猿が人間に進化するっていうことなんですけど、絶対にありえないですよね。どう思います猿が人間になるってどういうことよありえないと思いません いや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 、万単位の年月経たら、種は進化するんだよっていう人います。突然変異がポッ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 と出てきてね、進化するんだよっていう人いますけど、何万年という長い長い土地土、ね、年月が必要なんだっていうことですけど、じゃあね、カンブリア紀って知ってますかね、カンブリア紀。約5億年前に、 カンブリア期っていう時期があったんですけどその時期になんと動物とか植物の種が爆発的に増加するんですよバーッと一気にいろんな種がバーッと生まれてで消えていくっていうことなんですけどカンブリア期にいっぱい種族が生まれた種が生まれたんですよこれ説明できないですよね進化論では長い長い年月によって進化したって じゃあカンブリア紀はどうなの一気にボーンと種が爆発して増加したわけですからね一気に新しい種が増加したこれどうするこれどう考えても宇宙からやってきたとしか考えられないですよねあのピラミッドなんかもねあれ宇宙人が作ったとしか考えられないですよねあるいはじゃあ神様がそういう種を新しい種を創造したってことなんですか ね、いろんなことはまあ考えられるですけど、えーまあ、とにかく進化論には無理がある。宇宙人説っていうのがなんか納得いきますよね。まあちょっとね、ネフィルムに話を戻しましょう。ネフィルムは宇宙人なのかじゃあ一体このネフィルムとは一体何者なのかまあ今言うようにね、学者たちの説によると多民族に。 愛する恐怖にによっって誇張ししたた表現にななだけなのかもしれませんそれとも先ほど言いました宇宙人なのかもしれません。それとも打天使である悪魔なのか。言葉通り天使の子、神の子なのかもしれませんよね。で、モーセが書いた5つの書のことをトーラと言います。 でネフィルムが出てくるのはその5つの書の中の創世記と民数記なんですけどこれがモーセを書いたものなのねそれ以外は違う人が書いてますでモーセはあくまでもネフィルムのことを神の子巨人と表現しただけなんですよねここはちょっとひもいていきたいと思うんですよ 後の人たちが、まあ、仲たがいをして殺し合ったとか、共食ぐいを始めたとかね、まあ、そういう恐ろしいことを言ってるわけですけど、モーセの言った言葉をちょっと解釈していきたいと思うんですよ。夢とロマンのある解釈をね、していきたいと思います。私の解釈はこうです。ネフィルムとは、霊性の高い人間たちのことなんですよ。精神性が高いわけ。 つまり、魂の巨人なんですよ。私はそう思いますね。魂の巨人ですよ。まあ、悪人の幸せをも祈ることができる大きな魂なんですよ。まあ私たちはさ,さあ、悪人なんかも消えてしまえと思うじゃないですか。消えてしまえ。もうなくなればいいのにってね。闇の支配者とかディープステートとかって言いますけど、ああいう連中は全部もう抹殺、消せ でも太陽はそういう悪人たちにも平等にね悪人も善人もね平等にこう恩恵をもたらすじゃないですかそういう大きな大きな魂それを巨人と表現したんじゃないかなと私は考えるんですよどうですかこの解釈創世紀の中のノアの箱舟あそこにねこんなことが書いてあります あなたはすべての清い動物の中からオスとメスを七つ買いずつそして清くない動物の中からオスとメスを一つ買いずつまた空の鳥の中からもオスとメスを七つ買いずつ取りなさいそれらの種,種族が全地の面で生き残るためであるそういうふうにね創世石ノアの箱舟のところに書いてあるんですけど ここですよ。清くない動物、汚れたものも箱舟に乗せなさいって神様は言うわけ。ね、ここですよ。まあ確かに清らかな動物の方が多いわけね。七つ貝ですから。で、清くない、汚れた動物は一つ貝しか、まあ、乗っけるってないわけですから、あくまでも清い、清い動物がたくさんいる,いるわけね。で、 空を飛ぶ鳥も7つがいいですからまあどちらでもない清くもなければ汚くもない汚れてもいないのが7つそして清いのが7つそして汚れたのが1つっていうねそういう割合がこの地上にこう発生するんじゃないかっていうふうにここの部分読み取れると思うんですよね。どうですか実際そうですよね 大体ねこの、この地球上の善人と悪人とそうでもない人の割合、善人が7に対して悪人は1、7対1の割合じゃないですかね。そして、その善人と同じぐらいどちらでもない、どちらにもひっくり返るような人が7いるっていうことじゃないですかね。私はそう読み取るんですよ。 ですから、7対1対7っていう、そういう割合で、善人と悪人とどちらにでも転がる人間っていうふうに読み取ることができるんじゃないでしょうか。まあね、人間の世界でも邪悪な連中はね、一刻も早く消えてほしいし、えー、私にはもう関わらないでほしいって皆さん思いますよね。でもね、それでは世の中は成立しないんですよ。 悪人も必要なわけ。ね。まあ、先ほども言いましたけど、神様っていうのは太陽のような存在ですから、善人だろうが悪人だろうが分け隔てなく祝福を与えてく,くださるわけね。ね、すごいでしょこの魂の巨人ってそういう意味だと思うんですけど、闇があるから光の素晴らしさがわかるわけ。 悪があるから善の素晴らしさが理解できるわけ。腹が減るから飯がうまいわけね。不幸を経験するから幸福の幸せの喜びを感じられるわけでしょね不幸があるから幸福がの喜びを感じるわけですからね。みんながみんなね、こうずっと何の不幸もなく生きたら、それは幸せ感じないですよね。 障害があるから目標に向かって成長できるわけでしょだから悪もまたありがたい存在なのかもしれないですよね。そう思いませんかで、えー、ネフィルムっていうのは霊性の高い人間だと解釈したら、まあ、要は精神性の高い人間だと解釈したら当然。 冷静のの低いいいいい人間ががてくれなななととその高さを証明すするこでできないじゃないですか、ね、例えば自分のことしか考えられないような自己中な人間は冷静が低いわけ。で逆に他人のことも地球のことも救っていこうっていうふうに考えられる人が冷静が高い、精神性が高いってことでしょこれ両方いないとさ、この世の中成立しないじゃないですか。 冷静の高い人精神性の高い人ばっかりいたら、えー、みんな高いわけだから誰が高いのか誰が低いのか分かんないですね高いっていうことの意味が分からないですよねそういうことなんですよ、ね、この精神性の高い人と低い人どっちが幸せになれるのか人生をかけて証明するというのがこの世界なんじゃないでしょうか いかがだったでしょうかあなたはこの精神性の高い人ですかそれとも精神性の低い人ですか太陽のようなね大きな心で世界を見渡せば心配することなんか何にもないんじゃないでしょうか以上今回はここまでいいねボタンのクリックよろしくお願いいたしますチャンネル登録もねぜひぜひよろしくです 最後までご清聴ありがとうございました。